どうもタケヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はね、DAX125 の初カスタム動画ですね。はい。で、これからねこの北湖の電源取り出しハーネスを取り付けて、ここからね電源を取って、USB 電源を取り付けていきたいと思います。このね USB 電源はねシガーソケット付きのやつですね。これね実はね前に Z900RS に取り付けてたやつですね。はい。でシガーソケットはあんま使わなかったんでね、取り外したんですけど、まあ再利用していく感じでちょっとでもね節約しようかなと思ってね。まあ DAX の方ねシガーソケットあればちょっと便利かなと思いましてね。はい。これはね、抜直タイプですね。で本当はねバッテリーにつなげていくんですけど、で先ほどね見せたあの北湖のね電源取り出しハーネスに取り付けるんで、ここをね切ってね、擬干し加工していきます。はい。でねあとねケーブルもちょっと長いんでね、ちょっと短くする加工もしていきたいと思います。はい。でその電源取り出しハーネスの擬干しなんですけどね、それがちょっと小さいんですよね。でもう擬干し取り付けちゃったんですけど、これね生地場の擬干しの本田用のやつですね。でこれオスなんですけど、これちょっと小さいタイプです。はい。これを取り付けてね、あとね、ちょっとケーブルを短くする加工をしましてね、これでもね、実際はちょっと長いんですけどね。はい。それでは取り付けていきたいと思います。で電源をね、どっから取るかというと、ヘッドライトの中にあるんですよね、これね。なんでヘッドライトを外していきます。で先ほど挿したね2本のプラスのネジを外せば外せますんで、まあ割と簡単ですよね。でね後軸のネジは下についてるんですけど、それは触る必要ないので、はい、ご心配なく。そこのネジは外さないようにね。はい。でね、2本のネジが外れたらもう外せるんで割と簡単ですね。こうやってね。で、カプラーがついてるんでそれを外します。でねこのカプラーがね結構外しづらいんですよね。ちょっと噛んじゃいましたけど非常に外しづらい。なんで噛むんだろう。で一生懸命やってますけどね、これがねパカッて外れたんですよね。でヘッドライトが吹っ飛びそうになって危なかったです。はい。気をつけてください。ちょいとね、僕の顔がチラチラ映りましたけど気にしないでください。でここにね青いカプラーがあるんですよね。これが、ね、なんていうかね、ダミーとかねダミーカプラーをかぶせててそのまま入ってるんですよね。まあ要はここまで電源来てたんですよね。なんでまあ USB 電源ぐらいはね標準装備にしてほしかったかなとは思うんですけどね、どうなんでしょうか。でこのねダミープラグじゃなくてカプラーを外して、ここにね先ほどの北湖のね電源取り出しハーネスを取り付けていきます。まあ簡単ですよね。でこちら側、そちらに、先ほど外したダミーのカプラーを入れておきます。こんな感じなんですけどね。あとはね適当にこのヘッドライトに邪魔にならないような感じで奥にしまっておきます。こういうとこもね、結束バンドで留めてもよかったんですけど、僕はそのままでやっちゃいました。意外に大丈夫だったんで。で、擬干しねに、取り付けていくんですけど、ヘッドライトの裏側にね穴が開いてるんでそこから通します。通して擬干しにつないでいくんですけど、ここねプラスとマイナス間違いないようにね、で
これね結構硬いんでね、ちゃんと入るまで奥まで、ね、ちゃんと差し込むように、なかなかの力もここいりますんで、中途半端だと途中で取れちゃったりするんでね。これやっぱね、小さいそのね、先ほど言った本田用の煮干しのオスじゃないと入らないです、多分、うん、でこんな感じなんですけどね。で僕の場合はこのまま押し込んでヘッドライトを取り付けてきました。まあ本当はね結束バンドで止めた方がいいのかな、うん、でもまあそんなカタカタ動く感じでもないしいいかなって感じですね。これねちょっと苦戦してますけどね、上の爪を引っ掛けてやる感じだと入りますんで、こうね、うん、まあ簡単ですけど、あとはねネジを締めていきます。このトルクは分かんないですけど、あんまり強く締めない方がいいかもしれないです。で一応ねここで動作チェックですね。まあヘッドライトつける前にやった方がいいかもしれないですけどね、うん、まあ一応ね、繋がってましたってことで、携帯も、まあ、携帯って言わないのか今スマホっていうのかな、ちゃんと繋がってました。で、あとはね、うまくね、設置して配線していきます。で、USB をね、左側で、シガーソケットを右側にしようかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず仮ですね。うん。まあ、おいおいね、ハンドルバーみたいなのを取り付けるんで、またそこで変更するかもしれないんで、うん。まあ、とりあえず、まあ、動画的にというか、まあ、うん。はい、こんな感じになりましたってことで。で、まあね、位置はいい感じなんですけどね。この配線ですよね、問題は。結構短くしたんですけどね。これでも相当余るんで。うん。まあ、ね、適当に結束バンドでまとめちゃいまして、うん、まあ僕の場合は押し込んじゃいました。あのね、このトップブリッジからそのヘッドライトのね間に割とね隙間があるんでね、そこへねうまく入れようかなと思いましてね。こうやってね横に刺していく感じですかね。ちょっとこの辺ね動画では分かりづらいんですけど、まあなんとなく押し込んでね、あとはね、ここで結束バンドで止めまして、左右をね、うん、でがっちり止めまして、まあ、とりあえずね、ハンドル切ったりね、そういう時に邪魔にならないかどうかっていう確認ですね。全く問題なかったです。はい、はい、ってことでね、今回ね DAX125 に USB 電源を取り付けていきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、参考になるかどうかっていうのはね結構適当にね、お送りしたんで、はい、まあ参考になれば幸いですって感じで、はい、すいません。でね実際ね、サイドバックの方実は先に取り付けたんですけどね、動画的にこちらの方を先にお送りしました。また後日、サイドバックの取り付けの方の動画もお送りしますので、またよろしくお願いしますということで、今回はここで失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。